ここ、私が住んでた村。4年前ここにも巨人が一体現れたの。お母さんを置き去りにして。あそこでお母さんが食べられる音を聞いてた。声が出なくなるまで叫んだからだと思う。壁の外には人類がいて、私たちを悪魔、母さんは一体何をしたの？何をしたからこんなに恨まれているの？何千年も世界中の人々だからでしょ！何千年？エルディア人は何千年もの間、力で世界を支配し、蹂躙してきたの。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったか、そんなひどいことはしてないと思う。100年前って、じゃあ、今生きている人は一体何の罪を犯しているの？私のお母さんが殺されたのは4年、その罪じゃない。だからお母さんは誰も殺してない！ねえ、ミア、ちゃんと答えて！お母さんがあんなに苦しんで殺されたのか、ねえ！なんで！威力偵察です。ごめんなさい。質量爆弾の威力は十分。だが高度が高す。28、29、把握した。しかし、もううんざりだ。繋がっているとか。エレン、あのをするのはあまりにも危険です。ところでまだ使使わないの？ジークはどこ？示せ、敵はどこにいる。そこ。信じてない。のろしが上がっている。アリアードが奴の位置を暴いた。ここで奴を終わりにしてやる。来いよライナー。要するに違う、私は本来の自分を失い、ただ命令にした。どれ、俺がこの世で一番嫌いなものが不自由な奴だよ。こいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。ミカサ、
お前が大嫌いだった。喧嘩したことなかったよな。なんねえからだよ。クソ野郎に屈した奴隷は。行くぞ。学校へ大至急レベル6兵を送る準備を。隊が見えないのか。おい。そういや、ロボフさんはまだか。いや、ご飯は、まさですか。サシャが死んだ。みんな来てくれたんだ。なんだ。アッカム。アカム。俺は巨人だぞ。人間の姿のまま。俺はこれがパラディ島の。悪魔！お前たちの死には意味があった。それをようやく証明できる。それだ、兵長。顔思いがあんたのことだ。多少大きくなったぐらいで。ワインだと。いいだろう、持っていけ。ジークの脊髄液がワインに、いつから仕込まれていやがった。カットだってから。くそ、はい。動け。アリス、お前ら。必死だな、ヒゲヅラ野郎。あいはおとなしく読書する以外なかったのに。なんだ、俺から逃げられるって。
し来た。ブサイクじゃねえか。クソが。苦しんで死ぬように努力するって。そのために来たんだろう。確かに俺は、海の全てが敵に見えた。そして、ライナ、お前と同じだよ。の外も、壁の中も、同じなんだ。え？ずっと苦しかっただろう。違う。二人を無理やり説得して、お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。し、強大な敵を前にした今一つになる時なのです。やっぱり俺はお前と同じだ。悪魔と戦ってほしい。ビートリバーは RSF 特使として今ここに。俺は進み続ける。気を駆逐するまで。パラビートを勢力へ宣戦布告を。